偉業、ベストジーニストを受賞したジャニーズ9選。ジーンズは春夏秋冬問わずいつでも着られる便利アイテムですよね。形や色も様々で、カジュアルに着たりきれいめに着たりと、性別年齢関係なく誰でも一着は持っているかと思います。そんなジーンズも履く人によって見え方は激変しますよね。ジャニーズアイドルが履くとどんなジーンズでもとてもおしゃれに見えるのだから不思議です。偉業、ベストジーニストを受賞したジャニーズ9選。抜群のスタイルや高い顔面偏差値も相まって、ジャニーズがベストジーニストを受賞することがメジャーとなってきています。ジャニーズ内の歴代の受賞者をご存知ですか？なんと殿堂入りした方までいるので驚きですよね。こちらではベストジーニストとは、受賞したことのあるジャニーズは、殿堂入りを果たしたのは、さまざまなハテナの答えをご紹介していきたいと思います。ベストジーニストとは、ベストジーニストアワードは日本ジーンズ協議会並びに岡山県アパレル工業組合がジーンズの良さを多くの方々に知っていただこうという趣旨で行っているものです。ベストジーニスト賞の選出には大きく分けて、一般選出部門、協議会選出部門、次世代部門の3つがあります。ジャニーズが受賞されるのは基本的には一般選出部門であり、10代から50代までの1万人が最もジーンズが似合う有名人を投票します。上位の男女1名ずつが選出され、3回受賞されると殿堂入りとなります。2012年までは5回の受賞で殿堂入りだったそうです。協議会選出部門はジーンズ協議会の加盟者が男女1名ずつ推薦選出します。中でもグローバルに活躍している方にスポットを当てたグローバル特別賞には、サッカー選手の堀米雄斗さんが輝いたこともあります。次世代部門はこれからの時代を担うニュージェネレーションから選出されます。近年ではコンテンポラリーダンサー女優の石橋静香さんや、ジェンダーレスモデルの伊手上漠さんが受賞されています。ジーンズが似合うかどうか、ジーンズをどれだけ履いているかというよりは、世間に与える影響力が高い方が選出されることも多いようです。もちろんジーンズ愛が受賞につながる方もいますよね。東山紀之。1984年から始まったベストジーニストですが、その4年後の1988年、ジャニーズで初めて受賞したのは東山さんでした。当時東山さんは22歳、少年隊の人気が飛ぶ鳥を落とす勢いだった頃です。178センチの長身に、キリッとした目元、バク転を得意とする体幹、どんなジーンズを履いても似合わないわけがないですよね。2023年現在も、ランニングや腹筋を日課とし、体脂肪率 9% をキープするストイックさをお持ちで、今ベストジーニストに選出されてもおかしくないスタイルをされています。ちなみにベストジーニストを受賞された1988年、醤油顔という言葉が流行っており、東山さんは醤油顔の代表として流行語大賞の流行語部門大衆賞も受賞されてたそうです。今では馴染みのある醤油顔や塩顔といった言葉はこの頃から始まっていたのですね。東山さんは醤油顔の第一人者と言っていいのではないでしょうか。木村拓哉。どれだけ年をとっても世間に与える影響は計り知れない木村さん。2022年11月に岐阜県で行われた岐阜信長祭りでは、木村さんが織田信長に扮し、1km の道を馬にまたがり練り歩くという騎馬武者行列の観覧希望者数が97万人ほどとなったそうです。木村さんを一度でいいからこの目で見てみたいと思ったファンがそれだけいるということですよね。木村さんが初めてベストジーニストを受賞されたのは1994年、東山さん同様22歳の頃です。当時木村さんは加入していた SMAP の CD デビューから3年が経ち、頑張りましょうという曲でシングルオリコンチャート1位を獲得。大人気ドラマ若者のすべてに出演されるなど、知名度を着々と上げている時でした。若者のすべてで演じられた上野武史という役の衣装は革ジャンにジーンズ、エンジニアブーツとシンプルでしたが、たまらなくかっこよかったです。体からにじみ出るオーラがすべてをカバーしているように思いました。同年に出演を務めた映画シュートで実力が認められ、
石原裕次郎新人賞やエランドール賞新人賞を受賞されました。この賞を獲得したのは歴代ジャニーズでは木村さんだけだそうです。木村さんは1994年から1998年までの5年間連続でベストジーニストを受賞しています。5回受賞したことで殿堂入りに輝いたのですが、木村さんがジャニーズ歴代初の快挙でした。草薙剛、元スマップの草薙剛さん。彼がジーンズ好きであることを知らない人はいるのでしょうか。そう思うほど広く知れ渡っていますよね。さまざまな番組や雑誌でジーンズに対する愛を多く語られていますし、草薙さんがベストジーニストを受賞することに何の疑問もありません。むしろ一番ふさわしい方ではないでしょうか。1999年に初受賞をした後、2003年まで連続受賞されています。もちろん草薙さんも殿堂入りですね。草薙さんは対戦モデルと呼ばれている1942年から1945年あたりのジーンズがお好きのようで、ヴィンテージに対してこう語られています。共に生きている感じがあるし、先輩だよね。常に古くなるだけじゃなくて、そこに輝きがきちんとある。今日のバイクもこのデニムも登場するだけでみんながワオってなるんじゃない。この説明抜きのかっこよさ、そういう人になりたいよね。なるほど、私なんかは古い中古デニムに何十万何百万かけてどうするのなんて思うタイプでしたが、深いですね。草薙さんの言葉を聞くと、そういうことなんだとハッとさせられます。人間でいうおじいちゃんおばあちゃんの用途でも言いましょうか。いろんな経験や長い間の喜怒哀楽が温かく全てを包み込んでくれるような表情を作り上げている感じがしますよね。ジーンズもその年季が味となって出てくるということなのでしょう。2020年に放送されたピッタンコカンカンで草薙さんがお持ちのジーンズを鑑定してもらったそうです。購入当時はおよそ200万円だったそうですが、およそ10年経って600万円の鑑定額でした。同じようなジーンズを2本鑑定してもらったので、総額1200万円もの値がついたんだとか。堂本剛、キンキキッズ。堂本剛さんは個性的なおしゃれが似合う方というイメージがありませんか。2004年にベストジーニストを受賞されているのですが、受賞式でジーンズに合わせたのは蛍光カラーのお魚が描かれたブルゾンでした。それがとっても可愛くて、さすがと思ったのを覚えています。堂本剛さんだからこその組み合わせ、最高です。その後、セクシーゾーンの佐藤勝利さんが番組で同じブルゾンを着用されていたことがありました。ジャニーズは先輩から後輩に洋服のお下がりをすることがよくあるそうなので、これもお下がりなのでしょうか。ちなみにベストジーニスト賞を受賞された際、剛さんは俺ジーパンのイメージあるかと頭をかしげていたそうなのですが、ありますよ、ジーンズお似合いですよ。そして冒頭にもお伝えしましたが、世間に与える影響力が強い人が受賞するというのもベストジーニストの選出基準ですので、それだけ剛さんが世間から注目されているということですよね。亀梨和也、カトゥーン。カトゥーンの亀梨和也さんが初めてベストジーニストを受賞されたのは2006年。彼が20歳の頃でした。ちょうどカトゥーンとして CD デビューを果たした年なのですが、デビュー前から人気ドラマ「極戦」や「のぶたをプロデュース」に出演されてブレイクし、着実に知名度を上げていたので、もうすでに注目されていましたよね。2010年までの5年間受賞し続け、殿堂入りとなるのですが、今でも上位に名前が上がるという人気差は健在です。2021年はなんと2位。ダメージ加工がお好きなのか、受賞式にはダメージジーンズで登壇されることが多かったですね。2017年に時をかけるに出演された際、私物のジーンズを数点紹介されていました。その中に中井さんとお揃いのものがあると言われています。それがどこのブランドのものかは不明ですが、 M というブランドやヒステリックグラマーのジーンズも愛用されていたとのことです。相葉雅紀、嵐。嵐の中でもおしゃれとして知られている相葉さん。シンプルな装いも、ちょっとゴージャスな装いも、何でも素敵に着こなせるスタイルをお持ちです。相葉さんは2011年から2013年の3年間、
ベストジーニストを受賞されています。2012年から3度の受賞で殿堂入りするようにルールが改定されたので、文句なしで相葉さんも殿堂入りとなりました。その際の相葉さんはこう話されていました。30周年に30歳で3回連続受賞したので、これからの人生のラッキーナンバーを30にしたい。殿堂入りされた相葉さんへファンからは祝福の声がたくさん上がっています。2020年に放送された嵐に仕上がれのツーリング企画で、相葉さんが香川の小島までツーリングに行きました。小島はジーンズ作りが盛んで、ジーンズの聖地と呼ばれるほどなのですが、ここでユーズドのジーンズを使用して作られたサメリュックという商品に出会い購入。ジーンズ好きの相葉さんにとっては最高の時間だったでしょうね。ちなみにこのサメリュック、一点たりとも同じ商品はないので、相葉さんと同じものを買うことができません。藤ヶ谷太輔、キスマイフット2。自他ともにジーンズ好きを認めるキスマイフット2の藤ヶ谷太輔さん。2014年から2016年の3年間、ベストジーニストを受賞されています。ジーンズに興味を持ち始めたのは、藤ヶ谷さんが小学6年生の時、お父様から譲り受けたジーンズがきっかけだったそうです。6年生にして、ジーンズの履きこなれた感じに味を覚えるとはさすがですね。新品がいいというお年頃でしょうに。その後、20歳過ぎから本格的にヴィンテージにのめり込んだそう。モチベーションアップのためにすることも、ジーンズを眺めることなんですって。ベストジーニストを受賞することが夢であると語っていたこともありますし、受賞を知らされた時は私たちが想像できないほど嬉しかったことでしょう。ヴィンテージアイテムに資産価値を見出す人もいますが、僕にはその考えは全くありません。世界に一つとして同じ表情がない一品をクールに着たいだけ。ことヴィンテージデニムに関しては、丁寧に雑に着る、履くのが僕のモットーです。身につけることで仕事のモチベーションが上がる唯一無二のアイテムですから。自身のこだわりがしっかりしていますね。2013年に放送されたドラマ独身貴族で共演された草薙剛さんに S501XX というヴィンテージジーンズをいただいたそうなのですが、後日草薙さんが返してほしいと話していることを人づてに聞いたそうです。しかし藤ヶ谷さんは、思い出が刻まれているのでと返却しなかったとのこと。音楽や香りでその時の思い出が蘇るように、藤ヶ谷さんにとってジーンズがそれになっているのでしょうね。中島裕翔、平成ジャンプ。平成ジャンプの中島裕翔さんは、2017年から2019年までの3年間ベストジーニスト賞を受賞され殿堂入りしました。史上10人目の殿堂入りです。もともとファッションへの興味は皆無だったそうですが、雑誌モデルのお仕事をするようになり、自ら雑誌を研究したりトレンドを意識するようになったとか。その努力が身になり、何度もベストジーニストの上位にランクインはしていましたが、受賞とはならず、2017年に念願叶い初受賞を果たしています。2018年には織田裕二さん主演のスーツというドラマに織田さんの相棒役として出演されるなど、知名度を広げています。2019年には舞台出演されるなど、受賞には十分ふさわしい活動をされていますね。2019年受賞式に出席された際の中島さんは、テーパード型のパッチワークデニムを履かれていましたが、いやー、さすが中島さん、癖のあるジーンズでもとてもおしゃれに着こなされるんです。上に合わせたベロア調のジャケットもまた本当にお似合いなんですよね。永瀬廉、キング&プリンス。某雑誌の名物企画、国宝級イケメンランキングで見事殿堂入りを果たしたキング&プリンスの永瀬さん。2021年度のベストジーニストを受賞されました。永瀬さんはもともとジーンズが大好きで、30本ほどのジーンズをお持ちだとか。1日に何本か履き替えることもあるんですって。気分で履き替えられているのでしょうか。さらにはお気に入りのジーンズは 2,3 本同じものを購入されるそうです。破れたりした時のためにだそうですが、大人になってジーンズが破れるなんてことめったにないと思うのは私だけでしょうか。キング&プリンスの中で一番ファッションセンスをお持ちの永瀬さん。ジーンズだけでなく、アクセサリーや帽子、靴をハイブランドにして楽しまれているようです。
2022年の受賞は残念ながら逃してしまいましたが、今後殿堂入りしてもらいたいですね。まとめ、いかがでしたか？ベストジーニストを受賞した方々に共通することは、強いこだわりがあり、とってもおしゃれということでしたね。ヴィンテージの奥の深さも知ることができました。まだまだ受賞する可能性があるジャニーズが多くいますので、ベストジーニストは今後も目が離せません。最後までご覧いただきありがとうございました。